どうも、佐藤花太郎です。僕ちゃん、お腹が空いてたりします。なので今日は、虚無飯作ります。今日の虚無飯は、甘酒餅です。なんだこれ。なんか光ってるけど。これ白髪かな。甘酒餅というのを作ります。まあスイーツですね。材料は甘酒、片栗粉、スティックシュガー5本ですね。作ってこう。はい、じゃあまずなんですけど、甘酒を冷やした状態でこの紙コップに半分注ぎます。で、残り半分はこっちに入れます。で、片栗粉、紙コップの方に片栗粉をこのくらい入れていきます。片栗粉入りの甘酒を箸で混ぜていきます。なんで冷やした状態でこっちの方だけ片栗粉を入れるかっていうと、熱している状態に片栗粉入れると変に固まっちゃうんですよ。ダマができた状態で固まっちゃうんで、冷たい状態の甘酒の方にこっちを入れていきます。片栗粉入れていく。はい、溶けました。溶けたけど時間経つと下の方に片栗粉が溜まってくんで、また入れる時にまたなんだ、まあ混ぜてあげて入れます。じゃあ銀の鍋に入っている方の甘酒を温めていきます。じゃあこうやって元栓開けて、ファイヤー、熱いって。はい、でこれ砂糖入ってるから、こっちもこっちで混ぜてあげないと焦げちゃうんですよね。スティックシュガーを5本入れます。なぜ入れるかっていうと、甘いのが好きだからです。砂糖5本分入りました。あとは焦げないように混ぜていくだけ。大丈夫そうっすね。じゃあこっちもう一回混ぜて、片栗粉入りの甘酒を混ぜて、この中に一気にぶち込んでいきます。いきます。せーの。はい。で混ぜる。もう手止めちゃいけないから。はい、もう火止めていいでしょう。熱して混ぜまくった結果、このような餅のようなものになりましたね。じゃあこれに指をとりあえず突っ込んでみましょう。えい、あっつ。餅ができたところで紙皿を2枚用意します。本当に2枚です。でこの缶とかコップとかこういうものはもういらないです。はい、いないないしてあげましょう。バイバイ。これまた片栗粉を入れていきます。じゃあこれもバイバイしましょう。バイバイ。また遊ぼうね。バイバイ。はい、じゃあまあこの出来上がった餅を
この片栗粉の方に切り離して1個ずつ入れていきます。粉をまぶしてあげます。こっちに入れる、はい、これを繰り返します。はい、こちらが甘酒餅です。食べてみましょう。皆さんお待ちかねの実食タイムです。いただきます。この、ふんわりと香る甘酒の香り、そしてこのもちもちとした弾力で、その弾力と甘酒の風味をはるかに上回るこの片栗粉臭さ、いやこれは本当美味しく、美味しくないな、美味しくない、いやちょっと今録音してんだけど雨の音めっちゃ入るんだけど、なんなんこれ。いやマジ最悪なんだけど、環境に恵まれてないわ。僕は廃墟に住む男、佐藤花太郎。今日は甘酒餅を作ってみたよ。甘酒餅のお味はとても、そう、とてもとてもクソマズだったよ。なんてもん作っちまったんだよ俺はよ。誰だ作ったの。俺だわ。まあちゃんと説明すると、甘酒の味は確かにかすかにするんだけど、片栗粉の味わかる？片栗粉の味って、片栗粉の味がほとんどだから、なんかなんか食べ物食べてるような感じの味がしないんだよね。まあ今映像で流れてるように、最後一気に3つ口に頬張ったんだけどさ、これね意外といいっすよ。3つを3回に分けて食べたら3回の絶望が訪れる。でも3つを1回で味わったら1回の絶望で済むんですね。これいいですよ。まあ最後このようにまあ耐えてるんですけど、あれ一瞬あれ美味しいんじゃねえかこれっていうふうに思ったんですけれども、うん、ほら余裕の表情じゃん。余裕の表情って表情は見えないんだけど、うん、だから意外といけんのかなっていうふうに思ったんだけども、うん、やっぱり無理でした。僕は廃墟での生活の様子を垂れ流しています。皆さん明日の動画も見てくださいね。それでは佐藤花太郎でした。じゃあね。